こちゃん先生、今年小田武四郎が勤務する丘珠病院に親友の矢野裕太が救急搬送されてきた。直ちに裕太の処置にあたる救命医の東条宗介、 PIC 有課長の上野はじめも東条のヘルプに入る。武四郎は突然のことに激しいショックを受けながらも PICU の仕事に取り組もうとする。そんな折、上野は新たに10歳の立花ひなちゃんと12歳の小松圭吾くんを PICU で受け入れると綿貫理沙や武四郎たちスタッフに伝える。ひなちゃんは急性リンパ性白血病で7歳の頃から丘珠病院の小児科を受診しており、武四郎も研修医の頃からよく知っている女の子だった。ひなちゃんは先月から化学療法で寛解を目指して治療していたが、副作用で白血球が急激に減少していた。一方、近いうちに受け入れる予定の圭吾くんは小学校4年生の時に拡張型心筋症を発症し、函館市内の病院で治療を受けていたが、心拡大が悪化しそこでの治療継続が難しくなっていた。上野は圭吾くんをより安全に搬送するため、ついにドクタージェットが使えることになったと武四郎たちに伝えて、